はい、どうも、こんばんは、イナです。アンじゃなくて、イナです。よく間違われるんで。今回は、ちょっと来週あたりから、PSO2 の生配信をやっていこうとは思ってるんですけど、それに先立って、ちょっと練習も兼ねて、声出しで今、エンドレスの振り返りをちょっとしてみたいな。一応ロナーを達成できたんで、本当に 5ヶ月、ずっとやってたわけじゃないんですけど、ほぼ毎日のように、特に9月ぐらいからは毎日やってたなっていう気はするんで、それでようやく達成できたの、できたっていうのはいいと思うんですけど。で、ちょっと振り返りの前に、装備の何装備してたんっていうのを話していこうかなと思います。チャットってこれ先にやっとけっていう話だけど、システムにして、で、まずはステータスはこんな感じで、HP が 1186、PP は171で、ガンナなんで、もちろん射撃で射撃力が3818で、防御はだいたい1700前後っていう感じです。で、今この状態っていうのは、チームツリーの、攻撃力アップがついた状態で、ステータスには出ないんですけど、弱点のドリンクの、いわゆる弱プレ、弱点ダメージ率アップっていうのがついてる状態。本当にエンドレス言ってたのと同じ状態。で、これからさらに、肉野菜炒め。このステータスと HP50 上がる肉野菜炒めを使ったりしてるんで、実際は、この射撃力に、さらに100足された状態。3918、4000弱っていうのが、攻撃力でした。じゃあその攻撃力で、この攻撃力でというか、このステータスで何の装備かというと、まず武器は基本的には、アーレスマシンガンと、アトラのマシンガンと、あと、ライフルもアーレスです。アーレス装備でようやっとローダー取れましたという 早い人はね、本当に実装してすぐとか、アトラで全然大丈夫だとかいう、動画でいろいろあったんですけど、僕はどうしてもあんまり、プレイスキルが高くないんで、アーレス持ってやっとできたと。いう感じです。で、このアーレスも、まず主力のマシンガンってね、アーレスマシンガンの方の、OP が、7スロで、モロハゴーラン、活実で、あとティルディソール、アプレジナレブリー、シュート4グレーシュートで、160盛りになってると。で、モロハは、4%アップ、火ダメ8%増えて4%アップで、ゴーランは、一定確率で回復、HP 回復ですね。で、活実は、HP が80%かな、そうだね、80%の時に4ダメ3%なんで、
まあ、S 級で 7% 分の、4ダメアップと簡単にはいう感じでした。でアトラの方は RS は、光属性です。で、アトラの方は、雷属性にしています。まあ、これ主に、アムチ対策、あのグルゾーとか、ドラゴンに対して、まあ、ちょっとでも優位になりたいなというところで、まあ、雷属性に変えてありますよと。で、OP の方は、強盗、騎乗、活実、脱命、アストラルソウル、ブレイズウィーク、シュート6、ブレイズシュートと。まあ、これもともと、弓で最初作って、で、初白にその時にもう開けてあったので、まあ、後からツインマシンガンに変えたっていう感じです。で、S 級に関しても後から変えてます。まあ、強盗は、まあ、強敵に対して、まあ、ボス級の敵に対して 4% で、騎乗の撃はこれあのカプセル使った2なんで、20% だったかな。攻撃軸の PP 回復量が 20% 上昇すると。で、活実はさっきも RS のこれつけてるんですけど 80% 以上の HP で、4度目 3%で、アトラはやっぱこれがね、脱命が非常にありがたいことに、まあ、僕なんか火ダメが特に多いんで、まあ、HP 回復が絶対欲しいと。で、まあ、あとはあの、まあ、活実とか、パーフェクトキーパーの維持のためにも、まあ、脱命は必須と。まあ、そういう意味であの、RS の方もゴーランがついてる。まあ、ゴーランよりかはやっぱこの脱命の方が信頼できるなっていう感じですね。で、ライフルもこれ光属性で、まあライフルは出番があるのが結局、エルダーとあと、アンガぐらいかなと思うんで、まあ光属性でいいかな。で、もうこれは本当にそいつらのためだけなんで、OP の方も、強盗、活実で、まあティルソールベースウィーク、シュート。まあこれはちょっと、まあ、最初にアーレス落ちた時に作ったやつで、まあそんなに凝ってなくて、まあ S 級だけその対ボス対策にしたという感じです。まあ、本当にエンドレスような感じ。であとは、セルクフロッツ、まあ、これはシフターですね。で LN バティナ、まあ、これは移動の、刀の移動のやつ、ちょっと名前忘れましたけど、朝霧エンタかなんかそんなような名前のやつが、固定でついてるというやつなんで、まあ、これで素早く移動するという意味で、まあ、スロットの方はこんな感じと。はい。で、これ以外にも、使用武器としては、D セーバーレガシー。まあ、これ、ボーナスステージ用に一応作ってたんですけど、まあ、ボーナスステージも、エンテが出てこないと、結構、イザネとか、縦にかずし、なんかそんなようなあのもう一体の方が出てくると、まああいつらのダメージが結構大きくて、まあ、ただ死ぬんで、まあ、あんまり期待してなかったんですけど、まあ一応クエストオーダー稼げるっていうので D セーバーレガシーは持ってました。はい。武器はそんな感じかな。まあ、如意棒はあんま関係ないです。いつも持ってるっていうだけで。で、次に、防具。
防具の方は、これもユニット 3V は、ベラボード、ハングボード、イザネという並びで、まずベラボードに、摩擦の時に使う、クイックブラスター、あの AIS の時に素早くブラスター打てるようにするやつですね、まあ、それが入れてあって、OP はこんな感じで、ティルジソウルオメガレブリー先天シュートシュート4アックスマックスブレーシュートと。でこれ230っていうのはあの次元がオメガの次元がついてて50乗ってるんで、実際は180かな。で、まあ、ウェラボードが、40なんで、合計で220の、ウェラボードという感じで、ハングボードは、ここにこいつは、ジャンピングドッジが入ってます、ジャンピングドッジのリングが入れてあります。で、こいつはアプレンティスソウル、アプレジナルレブリー、センテンスシュート、レッサーシュート3、シュート4、グレースシュート。で、これもちょっと今、オメガの、次元がついてて、45かな。確か、射撃力合計で210盛りだった気がするんで、45ですね。次元で乗ってるのが。まあ、HP がね、本当に、これ少なくて、まあ、最初、イザネ、ここも装備してたんですけど、まあ、どうしてもちょっと火力もっとないとダメだと思って、まあ、これを作ったと。で、そのイザネも、射撃力一応80だったんですけど、まあ、そこから、違うね、180あったやつから210、まあ、たった30なんですけど、一応持って作りました。そんな低かったかな、まあ、そんなようなもんだ。はい。なんか、次元乗ってるから正しいのかどうかわからなくなってきた。まあ、多分大丈夫でしょう。まあ、大体そんな感じっていうことで。で、リアのイザネは、これフロントエスロールがついてます。でこのフロントエスロール最近調べたらどうもあのアナザーにもあのフロントエスロールの、カルプアップがつくみたいなんで、わかんないですけど試してないんでレベル20にしてからの方がいいんじゃないっていうのがちょっと1のまま、昔の知識のままやってるんで、1のまま入れちゃってるっていうのはあるんですけど、まあちょっと、時間があったら、時間あるけど、今後ちょっと調べていきたいなと思ってます。で、こいつも、リアについてるウェラボードと一緒で、ヒルジソウルオメガエブリーセンテンスシュート、シュート4のアクスマックスグレーシュートと。で、これも確か180。で、今オメガの次元がついてて230という感じですと。で、これ以外の、リングが、もちろん L はマシンガン、次マシンガン S アップ。で、R はエフォートシンボルですね。で、これ以外のリングは、さっき、その D セーバーレガシー、ボーナスステージ用のかまいたちが一応持ってると。で、これ、もう本当は20にした方が、ちゃんとかまいたち出ると思うんですけど、ちょっと中途半端なんで、やるならちゃんとやった方がいいと。で、もう一個はアトマイザーラバーですね。まあ本当に、
火だめが多かったり、パニック食らったりすると、大変なんで、まあ、これもいるかなと。よく使いました。そんな感じかな。HP リストリートはちょっと関係ないです。装備はそんな感じで、持っていったものとしては、フィッシュレーション、これ10分しかないんですけど、まあここぞっていう時にこれを使う。で、肉野菜炒めも、これは最初から使っていきました。で、デリシャスバーガーは、PP ねえぞっていう時に、まあ、パッと使うと。まあ、ただ、道中そんなに、PP が枯渇するってことは、今の、スキルの状態だったら、まあ、そんなにないので、本当に最後の、魔神城のところで、塔の右から左に、左から右、まあ、どっちでもいいんですけど、移るときに一回使うというような感じでした。で、あとはこれ、大事な東京風ハンバーグ。ああ、やばい、死ぬってなったときに、まあ、これをパッと使うという感じで、これも常に持ってました。まあ、今ちょっと、数は全部1個なんですけど、まあ、実際は、5個とか、この辺はフルでモデルだけ持って、フィッシュレーションは、まあ、そんな大量には持ってってないんですけど、まあ、ずっと使いたい方は、最初からずっと使いたい方はいっぱい持っていけばいいかなというぐらいな感じでした。はい、装備はそんな感じかな。で、何をしたいのかスな？キルは、まあ、本当これいろいろ変えたり、まあ、途中で修正が入ったりして、何度か直してるんですけど、まあ、最終的には教えてもらったやつになってます。本当にいろいろと教えていただいてありがとうございました。この場を借りてお礼を言います。で、スキルの方はガンナーは、まあ、大体、まあ、取るべきところは全部押さえといて、で、まあ、下の方ですね、下の方で変わってくる部分が、まあ、多分このクリティカルを、取るか取らないかで、っていうのと、あとこのスロールジャストアタックボーナス、まあ、上手い人これ取ってたんで、まあ、僕もちょっと取ってやってたりはしたんですけど、まあ、最終的には、クリティカル全部振って、ここはジャストアタックボーナスは取らなかった。いう感じになりました。で、ポイント一つ余ってるのは、ダイブロールシュートに、まあ僕はあんまりダイブロールシュートを使ってなくて、まあどっちでもいいかなと思ってたんで、まあ保留にしといて、保留にしたままになってる。まあダイブロールシュートに入れといていいと思います。はい。で、ファイター、サブのファイター。サブのファイターは、名前からお察しっていう感じなんですけど、まあ、今一緒かどうかはわからないけど、その時この人が使ってたのと一緒っていう感じで、まあ、この辺は、取るべきところは全部取ってあって、で、もちろん、スタンス系も全部取ってあって、アドレナリンから、テックアーツも取ってあって、で、この辺が、まあ、一応チェイスちょっと入れてあって、この PP スレイヤーが全振りになってるっていうのがちょっとポイントですかね。それ以外は、まあ、まあ、皆さん大体、
ガンナーファイターやる人はこんな感じになるんじゃないかなという感じです。まあ、よっぽどこの辺押さえてやれば全然問題ないかなとは思うんですけど、はい、スキルはそんな感じでした。じゃあちょっと、こっからは、エンドレスランナーを撮った時、一周した時の動画をちょっと振り返ってみようかなと。まあ、よくあるあの映画の特典で監督がこう、ここはどうだったよっていうのを語りながら映画を一本流すっていう、まあ、あの誰も見ねえぞ的な、よっぽどじゃない、よっぽどの人じゃないと見ねえぞ的なやつをちょっとやっていこうかなと思います。はい、一つ忘れてました。マグについてですけど、マグは、アーレスを使うにあたってまず3つ用意しました。アーレスの潜在でフォトンブラストを使った時に、まあ、攻撃力アップしたりとか、PP 回復上がったりとかする部分があったので、マグは3つ用意した。で、一つはこの、フォトンブラストがアイアスプロイがついてて、まあ、射撃支援がレベル200のトリガーアクションは全部 HP 回復 B で、2つ目が、ヘリックスプロイのフォトンブラストで、まあ、これも射撃支援の HP 回復全部と。で、最後が、大事な大事なユリウスニフタで射撃支援レベル200のこれも全部、HP 回復 B が乗ってるというやつでした。はい、じゃあ、改めてエンドレスの振り返りやっていきたいと思います。はい、じゃあエンドレスの振り返り、エンドレス一周の振り返りやっていきたいと思います。で、まあ、初めに本当配信、まあ、無言の配信やってたんですけど、いろいろコメントくれたり、応援してくださった皆さんに、ありがとうございますと、お礼を一言この場を借りて言いたいです。ありがとうございました。で、正直この今回一周回れたのは本当にこれラッキーでした。引きが良くて、レイド系ボス系のやつが一切なくてですね、でかつボーナスステージが1個あったっていう、アムチない、エルダーない、ルーサーない、あと1個何だったっけな、まあ、とにかく、いわゆるハズレってやつが1個もなかったんですよね。まあ、それは取れるだろうみたいな感じで、まあ、本当にラッキーな感じで取ったっていうことです。はい、で、まあ本当にさっき装備の説明しましたけど、まあ、あんな装備しててやっと取れたっていうぐらいの、プレイスキルの少なさなんで、あんまり、まあ、すでにロナー取ってる人は当然、それ以上を、目指すにあたって、参考になることは何もないと思います。まあ、ただまだ取ってない人にとっては、試しやすいのかな、多分。そんなにキレキレなことをやってるつもりがあんまりないので、どっちかっていうともう全体的に、上手い人からすると全体的に遅いなっていう感じがするぐらいのペースだと思うので、
まだロナー取ってない人にとっては何かしら参考になる部分っていうのがあるのかもしれません。まあ、ただこの装備なんで、今からアーレス取りに行けって言われても、もうあのモンハンコラボ始まっちゃっててアーレス取れる要素ってないと思うんで、まあアーレスの代わりになるのがあの今そのコラボでやってるザラ14のあいつがなんか支援よりも強くて、アーレスよりも弱いみたいな立ち位置らしいんで、ぜひ入手しやすいザラ系の装備をしてもらって、挑んでもらえばいいかなと思います。でちょっとあの中身について何も言ってないですけど、まあ、ここまで順調よく来て、まあここも本当に最初やり始めた時本当にこの辺までしか来れなかったんですよね。でなんでロナー目指すところまでやったんっていうのは、まあなんだろう、それぐらいしかやることがなかったみたいな感じもありつつ、まあ結構ソロでボスやったりとかっていうのが好きだったんで、まあこういうやり込み系は好きだなっていうのもあって、まあやってりゃいずれなんとかなるだろうっていうノリでやってましたという気がします。はい。でここまでですでにあのニフタのマグになってるんで、もうアーレスはきっちり、きっちりじゃないな火力アップと、攻撃時の PP 回復アップがすでについた状態になってると。まあ、ここのこのステージ本当にニフタ欲しいんですけど、まあ、なくても一応ステージオーダーはクリアできるんで、まあ、気にせず進むと。もう本当にあの城に最後の魔天城のところに行けるようになってからは結構ステージ厳選みたいなこともしてて、まあ、練習っていうよりかはもうできるだけクリアできる可能性のあるステージが引けるように、まあ、引いて先に進むと。もうなんかニフタ絶対いるようなところはまあ、それが最初に出てきちゃった場合は諦めて、クエスト破棄するっていうようなことをしてました。まあ、まあ、見てる人からすると何やってんのみたいな感じだったかもしれないですけど、まあ、肉野菜炒めを使ってるとどうしてももったいないなっていう感じがしちゃって、途中で諦めるってことをしてましたね。はい。でここ、そうだな、この鍋地の弱点っていうのが、これもよく外れステージっていう、言われるところなんで、まあ、全く外れがなかったかって言われると、一応そうじゃないよと。実際これもそんなに稼げてなくて、だいぶマイナスになっちゃってるとは思うんですけど、まあ、ここむしろ120だったら、加算になるぐらいのステージなんで、僕の中ではそっちだったら嬉しかったんですけど、弱点が来てしまいましたと。いやでも上手い人は本当にここきっちり弱点当ててってみたいなノリなんですけど、もう僕はとりあえず雑魚の名前がわからないけどゾウさんゾウさんをなんとなく縦ライトで弱点を叩きつつ、ロックベアの頭を、エルダーリベリオンで弱点狙うということができたらもういいかなぐらいの感じで、あとはひたすら上空で、アナザーをばらまくということをやってました。
スベガスも、ここむしろ背後の方が嬉しいところなんですけど、まあ、正面が来ちゃってるんでちょっとマイナス、やりやすいけどマイナスみたいな感じですかね。ね、もう火だめ多いでしょ。まあ上手い人を多分見てるとなんでそんなとこで食らうんっていう目で見てると思うんですけど、まあそんなわけで、やっと今装備だいぶ良くなって、あのロナー取れましたっていう人なんで、はい。8のここで、まあ、できれば12分ぐらい余らせれると、まあ、来た時じゃないな、ここをクリアした時に、12分ぐらい余ってるといいなっていう感じなんですけど、あー、ここも2蓋欲しいですね。これ2蓋ないですね。ここで2蓋使えると割とここ一瞬で終わるんで、あれだいぶ稼げるんですけど、今回2蓋なかったです。まあどのぐらい違いがあるかっていうと10秒20秒ぐらいだと思うんですけど、この頭にチェインつけるの本当に最初全然できなくて、グリムバーラッシュで上に上がってなんとかヘッドショットやってました、最初で。まあさすがにそれじゃあ、必ずあの柱を4本やるところをやるところ、いや4本やることになっちゃうんで、まあどうしてもここは 何回か練習してやっと頭に肩腰でチェインつけれるようになったという感じです。あ、でここで今12分近く余ってるんで、あーまあなんとか引きが良ければいけるかなっていうノリだったと思います。はい、でこの白の領域も、まあ、どっちかっていうと得意なんですけど、この2蓋出すタイミングがあんまりよく分かってなかったけど、まあ今これが一番時間稼げるかなっていうところです。もちろん上手い人の、パクリですけど。まあこの時に2蓋が出てるっていうやり方もあるみたいなんですけど、まあその辺はゲージが溜まってるか溜まってないかっていうところもあると思うんで、まあ一応ここ慣れてくれば、2蓋なしでもステージオーダーはクリアできるかなというところです。うん、でこのギグルグンネカムが最初全然腹のコアをどうやったら連続して破壊できるのってのは分からなくて、まあ、これも教えてもらったんですけど、サテライトを頭に決めてから、インフィニティでやると、まあ、よだめが多くて、コアも連続して破壊できるよっていうありがたいご教授のもと、やってみたらできましたという感じです。でここも V 破壊はめんどくさいですね。オーダー達成できにくいくせに、時間もかかるというところなんで、
でもここ弱点が来た時も、まあ、たまにミスったりとかするんで、まあ、どっちにしてもあんまりいいステージじゃないですね。でこっちの海岸は V 破壊なんで、まあ、ここも背後じゃなきゃめんどくさくないかなっていうところですね。この亀っぽいやつの頭だけきっちり破壊して、であとはこのオルグプランの、部位を全部破壊して、オルグ全部なのか分かんないですけどまあ、あの目立つところ全部破壊して、で、あとはあいつ、名前が出てこないゾーテコルを普通に倒せば達成と。まあ、ここで達成できてなくてもこのビオルメデューナの、足を破壊していけばいいんですけど、まあでもここあんまりいっぱい破壊しようとすると、まあ、ロスになるんで、まあ、せいぜい最初の1個かな。でここでシフタ使って、12に行くと。まあこの12もね、本当にあのアンガが最初全然倒せなくて倒せないというか、耐性がどうしても3つ耐性を突かれてしまうことがすごく多くて、もうニッチもサッチもいかないみたいな感じだったんですけど、まあこの辺は武器をどんどん強化していって、あとは最初に、今これもうあんまりやってないんですけど、最初にアンガとビットを破壊する前に、アンガに対して直接ダメージをある程度与えておいてからビットを破壊してダウンさせると、まあダウンさせた後ビットダウンの後の、ヨダメダウンを狙いやすいっていうのがありました。でヨダメダウンの後もこれかなりサクッとやれてるんですけど、まあ、これもアーレスのおかげですね。あそこで今までは結構アーレスの装備してる前っていうのは、あそこですぐああやって武器の耐性を切り替えてくれなかったんで、グダグダのライフル戦が始まったという、グダグダのライフル戦をやってたっていう感じなんですけど、まあそれがやってサクッと耐性変えてくれるようになったんで、ライフルが強い方がいいなと思います。でこのディオヒューナルの最初この手の破壊は、まあ意外と上手い人のやつ見てても、なんだっけ、エルダーリベリオンでチクチクやってる場合があるんですけど、まあ、意外案外あのグリムバーラッシュでうまく当たれば早く腕破壊できる感じがしてたんで、まあ、僕はグリームガーラッシュと、エルダーリベリオン併用でやってましたね。はい、これ結構サクッと終わってますね。ここで10分余ってるんで、ただここまででそのボス系のステージが一切来てないんで、ああもうなんかあとマガツ、エルダー、ルーサーとか来て、まあ、いつも通りかなとは思ってたんですけど、まさかそれが来なかったっていう、ものすごくラッキーな引きでしたね。
まあ、このステージは、比較的正面の方が難しいかな、なんとなく。まあ、V 破壊はどっちかっていうと、あ、V 破壊じゃないな、これ。弱点か。弱点はどっちかっていうと楽な方ですね。ここまで全くポイントを取れてなくても、かつ、このクォーツもポイント取れてなくても、この後の雑魚で全部回収できるっていうところです。このリバースタッフ、リバースタッフをやれば、もう一気にこんな感じで、ステージオーダークリアできちゃう。はい、で月面もこれ2蓋あるんで、で2蓋ない状態で最初の背後引いちゃうと結構辛いんですけど、まあ、2蓋あるんで、まあ、ここは逆にありがたいステージになったかなと。でもう本当にこのハギトのめんどくさいですね。見くびっていたな、じゃないか、なんかそんなようなこと言って出てくるあの弾がうざい。ここは本当に2蓋があるかないかで全然変わってきますね。まあ、ここだけ背後だと少しめんどくさいかなっていう、相手の背後を多少意識しながら、立ち回っていかないといけないと言いつつ、さっさと倒さないと、まあ、今みたいにこうデリデリ削られていくんで、あのでかい雑魚だけなんとか背後を抑えつつ、あとはもう倒していくという感じですね。で、2蓋使ってチェインも使ってマザーにチェインを当てておく。まあ、ただマザーにチェイン当てると楽だよって教えてもらってたんですけど、チェイン当てた後がこれもそうなんですけど、フィニッシュになってないっていうのがすごくあって、形だけチェインつけましたみたいな感じでいつもなってましたね。まあでも一応ステージオーダーなんだかクリアして、それなりのスピードでやれてるとは思います。ね、でアーレス使ってるとこの地球のステージがかなりありがたくて、フォトンブラストサクッと全部たまる、全部っていうか、まあ、3つ分たまるんで、本当はもっと序盤で出てきてほしいんですけど、まあ、こんな後で出てきちゃったよと。まあでも比較的楽なステージなんで、まあ後から来ても嬉しいっちゃ嬉しいですね。まあ、ただこいつの動きがそんなにありがたい動きはしてないんですけど、こいつって、ドレインギドラム、本当は正面の方だけでやれれば一番ありがたいんですけど、なぜか最初に尻尾でこの700系500系で攻撃してきた。まあでも難なくステージオーダークリアできてますね。で、アースガイド、もうここも本当に最初、まあステージ12に行くまでも結構時間かかったんですけど、時間かかったっていうのはここまでしか行けないことが多かった
で、このアースガイドも、ここまで来れるようになったのも本当に1ヶ月前ぐらいだったんで、まあ、ちょうどその時アーレスやっと手に入れたら、まあ、ここまで来れる機会増えたなみたいな感じだったんですね。武器のおかげ。まあ、ここそんなに失敗はしないんですけど、あんまり早く倒せてないからか、まあ、稼げてはいないと。マイナスになるけど、インターバルのあのボーナス加算で、まあ、ちょっとプラスになるかくらいだったかな。まあ、ただ、このデウスでたまに死ぬというようなことはまあ多々ありましたね。結構このガンナー当然高さを維持していればダメは少ないというのは分かってはいるんですけど、どうしても低めの高度で戦ってしまうっていうプレイスキルの低さってやつですね。で、この時点で9分余ってるっていうのはもう、ああとりあえず城まではいけるかなっていう期待は持てるっていう感じですね。世界樹の一個手前が必ず、HP 回復 99% オフっていうやらしいステージがあるんですけど、まあ、そこでアムシとか引かなければまあ世界中まではいけるかな、あいや城まではいけるかなっていう希望はありましたね。で、リリチも V 破壊は、比較的楽だなと思います。このなんだろう、ブレードリンゲルに対して、リバースタッフを使ってれば、足の部位が破壊できて、サクッとポイント稼げるので、あとはこいつらの部位をちょっと破壊するか、まあサコでもステージオーダークリアできちゃうぐらいなんで V 破壊は楽ですね。まあ、あとは死なないように戦うだけ。まあ、ただどうしても30秒のところって、あクリアして30秒稼げるところってマイナスになりやすいんで、まあ、そんな加算にはなってないですけど、ここも楽なステージですね。 V 破壊はちょっとめんどくさいんですけど、ああやってなんでそこで食らうんっていう、相手の動き分かるだろうって言いたくなる。そこで食らうのが、プレイヤースキル低い証と思ってもらえれば。これ本当にボーナスステージ来た時にああ神だと思いました。神引きです。まあそんなにでもボーナスステージ得意じゃないんで死んだりするんで、てかこれも死んだかな確か。ああほらね、死ぬでしょ。ボーナスステージなんだけど若干嬉しくない反面もあるなっていう。これで次も死にそうなステージだったら今ハーフドール使っちゃったじゃんみたいな。なんでもう一回死んだら D セーバーレガシーで稼ぐことは諦めて、もうさっさと倒しちゃうと。まあでもある程度最初に稼げてたんで無事ステージオーダークリアできてるのかな、これ。あできてないな、まあ、できてないけどある程度稼げてると。
で最後が、ちょっとめんどくさい火山の背後。火山もそんな得意じゃないんで、下手したら1分とか平気でマイナスしてしまうところなんですけど、まあ 99% HP 回復素材があるんで、連続で被弾することをできるだけ避けるように気をつけながら、やってましたね。正面が来ると楽なんだけどね。不意破壊も面倒です。まあ背後はこうやって稼げるポイントが多いんで、まあその分ちょっと助かってるかなというのはあります。はい。で世界樹、これ前回やった時、間違えて全然レベル上げてないアプレンティスになっちゃったっていう残念なオチがあって、で、まあ、今度は間違えまいとちょっと余裕を持ってエルダを選んだっていう。まあでも本当にあの時むしろ間違えてなければ、この時に焦ってアプレンティス選んじゃうっていう可能性もあったので、まあ、そういう意味ではあのミスがあってよかったのかなっていう、前もってミスがあってよかったのかなっていう気はします。ここもちょっと気をつけてないと、すぐエルダー HP0 になっちゃうので、たまに逃げて回復とかしてるんですけど、まあ、そのせいもあって最後までエルダー維持できてないですね。これ一回も最後までダークブラスト状態で終わったことないんじゃないかな。まあでも最後で打つだけにしておけばそんなに難しくはないので、はい、で城に来た時点で7分55秒ね。え、本当8分余らせたことって多分これ初めてだと思うんで、いやまあここまでの経緯を見てもらえば、まあ余らせれる人だったらもう平気で10分とかもっとそれ以上余ってるだろうっていう話なんですけど、まあ僕こんなプレイスキルなんで、こういう神がかった引きでも8分という感じです。まあ過去の、何回か城やった感じだと一応6分あれば頭までいけるかなっていう感じだったので、まあまあ8分あればよっぽど大丈夫だろうとは思ってたんですけど、まあただね、死んだりとか、床舐めたりとか、あと凍るんですよね。まあそれがね、足を引っ張って、前7分余った時にクリアできなかったっていうこともあるんで、まあ8分余ってても、いやいや確実じゃないよっていう気分で臨んでました。
まあここも本当に上手い人はサク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 やっていくんですけどね、なんでそんなことできるのか言いたくなるんですけど、このカマ投げてくるやつもね、まあ食らうんですよね。この時も結構食らったような気がするんですが、ああほらほらやばいやばい怖い、今見ても怖い、ああ怖い、ああ言いたくなっちゃうぐらいで、まあああいう時に東京ハンバーグサクッと使うと。ここもミスると悲惨なことになるんで、まあこれミスってないんでよかったなっていう感じなんですけど、まあこのせいで本当に敵の HP があんまりないのか、こっちの装備が強いのか、攻撃してれば割とサクサク死んでいくっていうステージではあるんですけど、まあ、とにかく地上に降りるとああやって凍らされることが多いんで、あんまり地上には降りないようになんとかやってるつもりです。そう、あの魔法陣の、魔法陣のっていうか、ああ凍ったもう本当に8分あってもハラハラする感じですね。これもどこ向かってロックしてるのかだんだん分からなくなってきてるんで、結構もう城でこの門の前あたりからはもう脳筋、脳死プレイというか白目向きながらプレイしてるような感じです。敵見えてんのみたいな。まあそんなんでもこのアナザーの攻撃範囲によって敵は倒せてるというアナザーバンバンザイです。怖いっすよね、このミノタウルスがいっぱい来る。ほらめっちゃ食らってるし、もうあのこういう時はサクッと、ちょっと心配なところはもう今もそうなんですけど、あのアトラに切り替えてるんで、やっぱり2つ目はありがたいです。まあここあの炎の弱点とかが多いんで、まあ、アーレス光でもあんまり意味ないかなっていう感じではあるんですけど、まあ、ただこいつら光なんでアーレスで行けよっていう感じなんですけども、心の中は、死ぬ死ぬって思いながらやってるんでアトラのままと。城のステージ死ぬと本当に復活キャンプシップ戻っちゃうとだいぶ遠いんで、本当に死なないようにやらないと怖いですね。まあ、スケープドール使ってもいいじゃんっていう、課金しろよっていう話なんですけど、いやいやできればそれは避けたいじゃん。こういうところでこのエレムバイヌ名前を忘れましたけど、それがあるのはありがたい。あれ今あれ使わなかったかな。ここで本当はさっきのところで東京ハンバーグを使うんですけど、使ってたよな。うん、あのエルダーがサクッと死んでくれるのは本当に嬉しいですね
もうここまで来たら、完全に焦ってるんで、本当に頭の中真っ白です。もうとにかく、この腕のコアに攻撃当てなきゃっていうことだけ考えて、あのイアモスとかは完全無視ですね。むしろこうロック邪魔ロック邪魔みたいな、そんな気分でやってます。で2つ壊れた、で時間があと2分、ああもう余裕じゃんっていう心境で、ここでやっとショータイム使うっていう全くもうそこまで目がいってないって言って、あーはい、一周回れました。いや本当にいい日だったんです、それだけかな。はい、ありがとうございます。まあ今後もね、配信の方は一応やっていきたいなとは思ってるんで、で結構ダラ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 って言っちゃうちょっと失礼ですけど、まあ生配信やってる人は結構まあクエスト回ってる様子を見せたりとか、まああとはなんだろう、 OP 付けとか、まあそういうことをやってる場合が多いので、まあ僕はちょっと違うことやろうかなっていうので、まあ今回エンドレス一応やり込み系なんで、まあそういったやり込み系のものを、まああんまりプレイスキルがないっていう立場でやろうかなと。まあロナー取ってんだから下手なわけないじゃんっていうのは、まあ確かにそういう話もあるし、まあ逆にロナー取ってて、いや僕下手なんですって言ってると、取ってない人たちからすると、いやそんなわけないじゃん何言ってんのみたいな、逆に反感食らうっていうのもあるんで、まあだからそういう立場だとなんて言い表していいのかよくわかんないですけど、まあ上手い人からはできるだけ応援してもらって、まだそういうやり込み系のクエストをクリアできてない人には、参考になりやすいのを、まあ、目標にして、まあ、そういうターゲットでやれればいいかなと思います。じゃあまた基本月曜日の夜にやろうと思ってるんで、よかったら覗いてやってください。まあちょっと長くなりましたけど、今回はこんな感じで、ありがとうございました。またお会いしましょう。